はい、じゃあよろしくお願いします。今回高校受験対策関数シリーズ第46弾やっていきましょう。問題4もありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、いつも通り画面下げます。お待ちください。今日こそ、よっつって、た！よし。まあ、ほぼぴったりでしたね。では、参りましょう。では今回はちょっとね、ごちゃごちゃしております。で、珍しくひし形を使うタイプの問題なんですが、いつも通り、問題文書いてありましたので、ここの情報をこっちに書き写していきます。ここだけで全部頭の中がね、考えられるようにここに写していく。で、関数が2つあって、上の関数、丸1の関数。こっちが y=x2乗。で、下の関数が y=ax2乗と。図で負になってるのが分かってるんで、A は負だよなとは思うんですけど、一応書いてあるので、ね、A は負であると。で、点 A の x 座標が2です。ここの x 座標が2。はい、皆さん。これ書いた瞬間に、もうね、関数の上に載っております。もうこのシリーズ見てる方、しつけえって思うかもしれないけど、ほんと大事。片方の座標が出たので、この2をここに代入します。x のところに2をね。そうすると y=4 になるから y 座標は4ってすぐ分かるので書き込んでいく。後で考えようじゃなくていい。その情報が入った瞬間に書き込んでいきましょう。で、a と b、ここね、の y 座標は等しい。ってことは、そこの y 座標4って分かったので、4ですよね。で、2次関数ってさ、左右対称になってる。中学校の範囲の時はね、軸がここにあるから、左右対称になってるので、同じ高さってことはこっちマイナス2ですよね。こっちが2の4だったら、こっちはマイナス2の4って。左右対称だから。y 軸に関してね。で、OK で。で、あとはここを結びましたみたいな。a と b 結びま、a と c 結びましたとかいろいろ書いてあって、で、ひし形 OACB。これね。これがひし形になっております。で、また2のグラフ上に点 a と x 座標が等しい d。まっすぐ下ろしてきてるんで、ここが2。だね。同じ x 座標が2で、じゃあ y 座標も書き込んでいきましょうと。で、こいつはこっちの関数なので、ここの x に2を代入します。そうすると y=4a になります。4a。それ、このまま書いておきましょう。4a でね。こういう状態。で、問1から解いていきます。で、まず2点 OB を通る。OB を通るこの直線の式を求めなさいと。で、OB は直線です。しかも、原点を通ってるので、そいつは比例ですね。比例ですね。比例です。で、比例っていうのは y=ax。いいかい？比例は y=ax です。で、それが -2 の4を通っているので、x に -2、y に4を代入すると、これ通るからね。代入すると4=−2a。はい、解きましょう。両辺−2で割ると a=−2 と分かるので、1番の答えは y=−2x と。この a をここに戻してあげてね。y=−2x になります。で、2番。c の座標ですね。ひし形作ったんで、ここの座標分かりませんかねっていう話です。で、これはやり方として、例えば、ひし形ってね、あんまり出てこないからさ、ちょっと久々かもしれないんだけど、ひし形って、この対応するじゃないや、向かいにある辺って、これ相似じゃない。平行になります。必ずね、特徴何個かあるんですけど、後でいろいろ追加していきます。平行になるので、まず、ここの直線が今、y=−2x でしたよね。で、ここが y=2x なので、ここも y=2x なんですよ。で、傾きがわかるから、あ、これあれね、周り黒い方いってるよ。ここね、直線 BC って y=2x なので、あと傾きじゃねえや、切片がわかんないと。だから y=2x プラス b って置ける。こいつ。で、それが -2 の4を通るから、4入れて、-2 入れると、こうなる。で、b=8 なんで、この直線の式は y=2x プラス8でした。だから切片は8、つまり0の8ですよねっていうやり方でもこれはいいんですけど、まあひし形の特徴的にね、ひし形ってもちろん左右対称だし、ここで切っても左右対称。こうやってね、これ全部この三角形同じ形です。ここ4つが出来上がってます。ってことはさ、今ここ 2-4 って4つ上がりましたよね、半分までに。じゃあ当然もう1個、ここまで4上がってるんだからもう1回4上がらないと。だから8上がるじゃんっていうのが気づければ、これ速攻終わります。0の8って。もう一回いきますね。2-4 って分かったので、ここがまあ原点 O だと思ってください。ここがまあ A なわけなんですけど、今。ここまでです。ここまで4上がったんです。2-4 だから。ここ長さ4ね。ってことはもう一回4上がんなきゃいけない。ここに。だから4に上がって4に上がってってなるから8上がるよねっていう。だからひし形の特徴が分かっていれば、別に計算することなくここは解くことができます。さあ、今回のポイントはここですね。3番。X 軸上に点30を通ると。30なんで、この辺にしとこうか。ここに30という点を取りました。その時、ひし形 OACB、ここね、ひし形の面積を2等分です。つまり半分にする直線の式を求めなさいと。この面積2等分っていうのは非常に出てきます。一番出てくるのは三角形を2等分する、三角形の面積2等分が出てきやすいんですけど、まあ、こうやってひし形だったり正方形、長方形、まあ、二等辺三角形とかも2等分しろって出てくるんですけど、まあ、このね四角形、ちょっとひし形とかを全部四角形でまとめます。言い方としてね、四角形を2等分、つまり半分に面積したいとき、どこを考えるかっていうと、平行四辺形でいきましょうかにしたとき、対角線の交点を考えます。いいですか、対角線の交点です。つまりここ対角線、ここ対角線の交点、つまりここね、ここを通れば絶対に面積半分にできます。絶対です。これひし形も同じです。正方形、長方形も同じです。いいかな。つまり四角形の、まあ、四角形でまとめちゃったけどの面積を2等分って言われた時は、対角線の交点、ここを通ればいいんだって考えてください。じゃあ今言ったらどこかっていうと、まあ、対角線、まずここ1個対角線になってるし、これが対角線ですよね。ってことはその交点はもちろんここになります。ここの座標って計算必要って考えた時、必要ないですよね。さっきの0の8の考え方と一緒で、だって4つ上がって4つ上がっての4つ上がってのポイントなんだもん。つまりここの座標は0-4ってすぐ分かります。ここね。ってことはここを通ればいい。で、さっき問題に与えられてるけど 3-0 を通れって言ってるから、こっからここに向けてピーって引いた直線が求めたいものです。つまり今何求めればいいかっていうと、2点 3-0 と 0-4、30と04を通る直線を求めればいいんだねって、ここに話を持ってこれれば勝ちだよね。だって2点を通る直線を出せるわけだから。じゃあ出しましょう。2点を通る直線、まあ、直線なので y=ax+b とまず置きます。最初はね。ただしこの問題はここが切片になります。直線。ってことはもう b が4、こいつね。ってことがすぐ分かるので、でここで、まあ、こいつは使ったからもうカット。じゃああとは 3-0 を代入して 0=3a+4 で、解いていくと a=−3分の4ですね。で a が出ましたんで a を戻します。ここにそうすると y= マイナス3分の 4x プラス4と、これで終了となります。これ非常に大事なので覚えておいてください。その四角形グループの2等分ですね。ひし形でも二等円三角形でも長方形でも正方形でも、対角線の交点、この真ん中の部分を通ればいいと。では4番ですね、最後。ここで D を使います。点 O と点 D を結んだ線分 OD、ここですね、OD です。ちょっとずれました。こいつを一辺とする正方形を作ります。さあ、正方形どうなるかっていうと、ちょっとですね、この図の汚さを許してください。まあ、こんなとこです。正方形。ちょっと曲がりました。で、これの面積とひし形上ね。こいつの面積の比が25対64だと、正方形対、ひし形イコール25対64と。でこの時 A の値ここですね、これを求めなさいって言われてます。で最初この問題見た時に25対64ってめちゃくちゃ数字として特徴なんだよね。何かってこれ5の2乗と8の2乗になってる。だから面積比が2乗になるからさ、相似比考えるのかなってちょっと思ったんですけど、まあ、そもそも相似じゃないんだよね。ひし形と正方形使ってるから、あ、関係ないんですよ。そう、この数字の特徴あるんですけど、もしかしたら使う方法あるかもしれないけどね。まあこの普通に解いていきます。どうやるかっていうと、正方形とひし形の面積をそれぞれ出せばいい。まずひし形なんて出せるからね。出せるだけど、これひし形のさ、面積の公式みんな覚えてるかい？これ小学校で一応習ってるはずなんだ。ひし形面積ね。面積っていうのは、ひし形は対角線×対角線×2分の1です。もし、え？みたいな風に思った方はぜひここで覚えておきましょう。もちろんそんなに出てくるもんじゃないです。ひし形の面積。ですけど、対角線×対角線×二分の1で求められますんで、覚えておいてください。つまり、対角線、こっちの長さ×こっちの長さ×二分の1。ってことで、まあいいか、ひし形先に出します。ひし形。ここの横の長さいくつかっていうと、今、あ、まあ、これいっか。図でいけば分かりやすいね。2の4だから、ここの右の長さは、ここ2です。2の4だから。で、当然こっちも2です。マイナス2の4だからね。ってことは合計して4になります。1本の対角線が4。縦の対角線はもうここが8って言ってるからね。だから長さ8。8かける忘れずに2分の1。すると16って出てきます。これがひし形です。で、難しい方というかめんどくさいのが正方形。こっちです。ここがちゃんとできるかってとこがポイントなんですが、ひし形って、正方形っていうのは、一辺かける一辺ですね。ってことは、一辺の長さが分かれば求められます。ってことで、今、ここの OD をちょっと X って置いていきましょう。ODX です。で、ここの長さを求めるためには、関数上で斜めの直線は三平方です。三平方で出していきます。ここに、ちょっと無理やり三角形作りましょう。あ、直角三角形をね、作ります。で、今ここに作ったことによって、これが2の 4way です。ってことは、2の 4way なんだよね。2の 4a。座標としては。ただ、まあ、細かいことを言うと、ここ 4a マイナスになってるから、マイナス決定なんだよ。下に落ちてるから。ってことは、長さにマイナスはないので、ちゃんと置くならここマイナス 4a ね。で、なんでこんなちゃんと置くならって言ってるかっていうと、三平方で2乗するから結局。だからマイナス関係なくなっちゃうんだけど、もし途中を書けっていう問題だったらそこチェック入るかもしんないんで、もう一回言いますね。これ 4way が2の 4way で下に下がってるってことは、こいつ負なんですよ。負の数。マイナスなの。まあ A が負って言ってるから当然そうだよね。ってことは、まあマイナス9とかさ、マイナス10になってるわけ、こいつは。でもそのマイナス10っていう時に、ここマイナス10っていかないでしょ、長さは。10って直すじゃん。ってことは、そのマイナス10って数にマイナスをつけることでプラス表記をするんだよね。長さに関しては。だから同じことをしてます。こいつが負って分かってるからマイナスをつけてプラスの長さを表現しましょうっていう。で、ああなる。で、話を戻すと三平方の定理を使って斜辺の2乗、つまり x の2乗イコール2の2乗だから4プラスマイナス 4a の2乗なんで 16a の2乗となります。で、本当は一辺出したいからこの2乗取りたいの。取ってプラスマイナスルート4プラス 16a の2乗って持っていきたいんですけど、このままでいいです。このままでいい。なぜかっていうと、今正方形の面積、さっき言ったように一辺かける一辺なんだわ。一辺 x でしょ。一辺かける一辺ってことは正方形の面積が x2 乗なんです。つまりこいつなんです。そのまんま4プラス 16a の2乗って、これでひし形の面積、正方形の面積両方出せました。じゃあ最初の比例式、ここねに戻してあげて、正方形だから4プラス 16a の2乗対16イコール25対64と、今この式をここに戻しただけです。いいかな、今ここね。でですよ、まあ、このままやっても全然構わないんですけど、ちょっと数でかいっすよね。で、比例式っていうのは左だけ、つまりこれね、イコールの左だけ、右だけで世界が分かれてます。つまり左だけで何かをかけたり割ったりすることが可能なんですね。で、ここに見ると4、16、16だから全部4で割れますよね。つまり左だけの世界で4を割っちゃってください。そうすると4で割ると1プラス 4a2 乗対4ってなります。数ちっちゃい方がやりやすくない？なのでこれでいきます。で、なかなか外な、まあ、外からいきましょう。64かっこ1プラス4a2 乗。カッコつけてね。絶対カッコつけんだよ。比例式ここ。計算するときね。で、25×4 なんで100です。で、これ計算すると、64で、ここ 64×4 やってもいいんですけど、ちょっと自分がよくやる方法ちょっと使いますね。ここ、分配するんだけど計算しません。あえて取っておきます。64×4 って。で、ここに64が発生するんで、右辺に移すと、100-64 なんで36ってこうなります。で、入る。OK、OK。で、何してるかっていうと、結局ここさ、計算したら、256か。だから256分のって持ってってもいいんだけど、64×4 っていうまんまで割り算します。こういう感じで。だからこれ同じね、本当は256分の36ってやってると同じなんだけど、意図的にこうやってる。で、なんでこうやるかっていうと、ここでね、4と36約分するんだわ。で、9になるじゃん。これ1でしょ。つまり64分の9になってると。で、a の2乗で2乗外さなきゃいけないから、結局。そうすると a イコールプラスマイナスルート64分の9にしとけば、64って8の2乗だし、9は3の2乗だから気づきやすいんだよね。簡単に。っていうのをよくやる、自分は。で、ことで、プラスマイナス8分の3か。2乗、8の2乗で8出てくるし、9は3の2乗で3出てくるからね。で、よし、終わったっつって答えこれ書いたら×くらいます。気をつけてください。なぜかっていうと、A は負だからね。気をつけるんだよ、絶対に。A は負、プラスは取れません。ってことで、答えの欄には A イコールマイナス8分の3と。これを書いて、丸をゲットしてきてください。ちょっとゲット噛みましたね。カッコつけようと思ったらミスったわ。まあ、こんな感じです。で、ひし形の問題っていうのは、まあ、いっぱい解いてきた中でめちゃくちゃレアっていうほどレアでもないんですけど、まあ、出てくる方ではないです。平行四辺形とかのこっちの方がね出てきやすいかなとは思うんですが、この面積2等分だったり、まあ、ひし形の特徴っていうのは特にこの辺とか覚えてないと「ああ無理」みたいな、ひし形が出た瞬間に時が止まるみたいなテンパっちゃうのは受験本番非常にもったいないので。ぜひね、まあ、ひし形こういう風な解き方があるんだとか、面積2等分はこうすればいいんだとかっていうのをぜひここで押さえてもらえたらと思います。では今回はね、高校受験対策の関数シリーズ第46弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。